はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト3、前回パフパフを楽しんで終わったところになります。で、昼のアッサラームをちょっと確認しましょう。特にない。全然しょべえな、もう。あ、毛皮のフード250円。あ、安いな、これ。めちゃくちゃコスパいいな、毛皮のフード。買ってこう買ってこう、もうガンガン買ってこう。次イシスがもうすぐ近くにあるんだけど、まあその時はその時だ。なんかいいのあったら。砂漠を南に行き、山伝いを歩くと沼地に祠がある。魔法の鍵のことを知っている。あ、一応話だけは聞いておきますかね。じゃあ当面の目標はイシスです。あそこに洞窟あるけど、ちょっと行ってもしょうがないんで。猿、普通のブーメランは存在しないのか。なんか刃のブーメランとかしかないのかな。まあ、元々なかった武器だからね。強っ、めっちゃ食らうな。やっぱり三河氏の服も検討しないとな、僧侶剣士あたりに。まあ装備できるものがそんなに多くないから、やっぱり貴重なんだよね。こういう時はどう対処する？イオカはやっぱりヴァンパイアはね、シャドウ備えてくるからね。お、めちゃくちゃ効率いいんちゃう。ああ、ワンターンキルは無理だったか。しょうがない。で、あ、あそこに火山左。あ、火炎無火で、こいつ絶対炎入ってくるでしょ。早急に始末しておきたいな。そろそろ、いやー、まあ全体攻撃は結構欲しいからな。ゲーム、めんどくさ。しかもヒットポイントそれなりに高いな。ちゃんと回復化しておこう。で、沼地に祠があると。沼地に出て地獄のハサミ、めちゃ硬そう。1、マジですかい。ダメージ当たんねえ。勇者でさえ、確かにトゲの道こいつに効くかって言ったら効かないよね、カニの硬さ。今回2体だったけど、こいつそれなりのグループで出てきた気がするんだよな。とりあえずメダルくれ。きたー、これで10枚貯まったよね。おっちゃん、魔法の鍵を探しか。砂漠の北ピラミッドに眠るイシスの城を訪れなされ。オアシスの近くには。別に、ならば何も言いますまい。おてんば辞典、ちょっとイシスに行ってからルーラで戻ろう。さすがにキャットフライか。こいつは魔法塔に苦しめられたかな。来た、来たない。いやー、ダブル魔法塔。めっちゃ魔法塔唱えてくるな。ダメージにはならないからね、魔法塔だけだったら。僧侶もまあまあ僧侶にしては悪くないかなっていう火力だな。うわー、めんどくさいパターンだな、これは。どうします。あつい。しかも作ると、え、全員ってずるくね。1グループでしょう。うちらにはグループとかっていう概念ないからな。いや、無理無理無理、当たらん。なんかグループとかこう分けたいよね、自分の意思で。13とかさ、22とかさ、それともまあ4人グループにするのかっていう。で、グループ回復魔法とか全体回復魔法、まあ、全体がそもそもデフマナしかないからね。これこっちからじゃ無理だ。どっから入んの、これ。こっちか。で、ここは町だけか。まずイシス、ファラオ、へえ。よし、小さなメダル。まあ、これは助かるな。そのびっくりマーク出てくれるのはマジでありがたい。なんか一歩一歩さ、
調べるのはもうさすがに無理だからね。ソクラス。ソクラスって何した人？まあ、多分ソクラテスのあれなんだろうけど。あ、ソクラス、夜になるの待って。夜になるとなぜか朝が待ち遠しくなる。哲学的な話か。砂漠の北ピラミッドの王家がある。お墓か。何千年も昔からの神聖な建物。何千年も経ってるんだ。小さなメタルの宝庫だな、ここ。武器と僕。ホーリーランスなんてあんの？いや、でも9上がって2300円はむちょ無理で出せないわ。あ、絹のローブがある。てか、でも盗賊めちゃくちゃ防御力高いんだよな。めっちゃ高いじゃん。盗賊最前線に出そうかな。ここに来て盗賊がなんか生きてきてるな。道具屋。まあ、別に普通。で、教会でしょ。もうちょっと落っこってる系の小さなメダルとかあったら無理だから。うまい。魔物たちに恐ろしい。いや、そうだよな。よくここまで来たよな。素早さの谷なんて。あそこに素早さの谷あったの？しかもなんか神聖な宝箱みたいな。勇気100倍って何？倍切ると。性格が変わる。ああ、勇敢になるのかな。でも別にいいや。豪傑でいいです。さて、ここは道具屋。結構あって変わんねえし、ラインナップが。アリアハンから来た。そんな国知らない。ここは闘技場か。闘技場別にね、カジノみたいに景品があるわけじゃないんで、カジノの景品があることによってカジノをやり込めばいいっていうね、難易度が下がるよね。めちゃくちゃいいの取れっからね。もうフォーとかゲステッドコマンツ結構高く売れっかな。回収していこう。武器と防具の店をやっている。儲かってんのかね。おほほほほって言ってるから、その割にはステデコパンツ履いてんのかな。いや、いらない。めんどくせえし。谷もちょっとそろそろ使うか。じゃあ一回袋を整理して、チェスターまあいいや、種別じゃん。道具整理して、で道具袋、小さなメダル7万な。力はやっぱ盗賊だな。1から3か。賢さは賢者だな、やっぱり。でラック、俺運ないからな。全然運良くないから。力の秘密を転売してんの。結構売れるのもあるな。で素早さの種は自分だな、ちょっと。もうまあ本当だったら自分に全部種振るのもいいんだろうけど。お城行きましょう。ビシス。さて、ああ猫がいっぱいいる。猫か犬かって言ったら俺猫派なんだよね。鼻の頭の皮がむけかかって、そんな暑かったか。ピラミッドへ向かう向こう水の旅と。呪文の効かぬ場所がある。あ、そんなんあったっけ。そういえばいろんな仕掛けがある。なんか怒ってないか。槍が立てかけられている。盾、これね、鉄の盾っぽいよね。宝は無理か。ここは入れないからな。たくましい人、女王様好きなのか。変な顔のお面とか。鉄仮面じゃないのこれ。ピラミッドは王家のほか、亡くなった王とともに多くの宝物も埋められた。ピラミッドを荒らす泥棒が後を絶たない。負けたらあかん。負けたらあかん。を見つけた。鍵がないからちょっと行けるところが少ないな。王女様を守るのが役目。幸せなとこ。いいな。死ねるって相当だぞ。わらべ歌。わらべ歌ってめちゃくちゃ重要だからね。聞いとこう。ねえ、一緒に歌おう。まん丸ボタン、お日様ボタン、小さなボタンで扉が開く。東の東、東の東、西の西。これだけ覚えとくなんとかなるの。結構分かりやすいな。東の東と西の西。これ東の西の西の東とか言われるともう全然わけわかんなくなっちゃうけど。
あ、いいね。魔王とも言えぬ美しさ。なんでそれ。530、555、300、700記録しよう。1番勇者レベル1さんの記録は消えてしまいますが、それでよろしいですか。真面目な王女様だな。別に大丈夫です。旅立ちます。さて後ろ、いや、なんかなかったっけ。ないわ。あとじゃあちょっと星降る腕輪がどっかにあったと思うんだけど、ここまで戻されるの。ここが広いじゃないですか。魔法の鍵がないとダメだっけ。横から行けんだよね。で階段があって、これすんなりくれるっけ。なんかお化けが出てくるんだよね。ただ回収しよう。報酬フルでは骸骨。はいはい、私には用のないもの。では何しに出てきたの。素早さ俺20しかないんだ。148だ。やっぱ素早さシステムだよね。あの防御力って守備力、素早さの半分が多分基礎防御力になると思うから、ちょっとそれだけ確認しよう。カーナルちょっと外して外して外して、これで今あのすっぱだかになってっから、すっぱだかになってて、素早さ74の守備力37だから、そうだね、半分だね。やっぱ素早さの半分が守備力に換算されると、体力とかって死に捨てだな多分。賢さも多分死に捨てで、運の良さも死に捨てだな。なんか死に捨てが結構いっぱい多いな。素早さが重要なんですよ。だから盗賊とかって結構強くなるっていう。こう、はい、でプラスして、まあ、装備が乗っかるから、で主人公は素早さが低いから、どうしてもあれか、18しかないんだ装備とか。まあ並び替えするか。じゃあ71だって49って全然違うよね。ヒットポイントも全然違えし。女性に戦闘を任せて、さらに保守流で装備すると全然変わるからな。148には異常だな。装備させよう。じゃあこれでもう盗賊はあんまり守備力気にしなくて大丈夫だな。あれ、これってでも守備108になってるもんね。新鮮だ、盗賊が戦闘になっている。でちょっとこっち行ってみよう。行けっかな。なんかある？特になんもない。じゃあこれでルーラで一回アリアハに帰ろう。あーでもセクシーガールにしたいんだけどな。セクシーガールにしたいんだけど、星降る腕輪はちょっと外せないからな。まあ、あとピラミッドこれで行って大丈夫か、そもそも。まあ、セクシーガールはじゃあ僧侶ちゃんにしますか。12枚ガーターベルトも、ああ刃の嫁のあと3枚か、めちゃくちゃ欲しい。守備力銀のロザリオだからか。じゃあ賢者にしよう。賢者にするから、最終的には今のうちにセクシーギャルにしておこう。ステータスの伸びがまあ全体的にいいっていう感じだからね。銀のロザリオでなんか変わってる、そういえばロマンチストになってる。なるほど、ちょっとどうなんだロマンチストって。今変わってないです。一匹狼冒険ズロマンチストセクシーギャルで、久々に帰ってきたから寝ようかなと思うけど、別にそんな減ってないからいいや。いいしっす、金預けてえな。3200あるってことは、ちょっと待って、もう一回戻ろう。死ぬ恐れがあるから。3000円預けてちょっとピラミッド向かいます。愛と信頼のゴールド1000円対手数料なし。すげえ銀行だよな。手数料なしでやってくれんなんて。手数料もなんだかんだで高いからね。
さあピラミッドへ向かいましょう。ちょっと装備マジでそのまんまなんだ。あれ賢者マジックパー減ってっか、てかそうでも減ってんなやっぱ寝るべきだった。ちょっと待って、このマジックパーはやばいでしょ。この距離もルーラーで帰る一だな。ここの宿屋いくら、100円単位では金持ってっかな。大丈夫大丈夫、あと最悪売れる武器防具も結構いっぱいあるし。ではいざ向かいましょう。超入っちったよ上から。盗賊を先頭にピラミッド攻略4倒した。賢者ヒットポイント40か。でも結構伸びが良かったかね。7とか上がった時あったから。これなんかピューンって落ちるよね確か。宝箱取れる、これ落としたいな結構あるんだよ。空っぽ、あと一食い箱か。一食い箱合うともう終わるかんな。もうすでにここら辺は荒らされてるよね。ミイラ男笑いくん、マヌサー、包まれた包まれた、めっちゃ包まれたわ。ミイラ男も結構なあれで出てくるからな、グループで。全然当たらん、しかもホイとかうぜえ。いや全然無理だ。しかもマコトもこれおお、あれここもしかして攻撃してるってことはさ、魔法通らない？魔法通らない地域。375笑い袋、めちゃくちゃ金持ってんな。このピラミッドに眠ってるオーダーなんか、なんかこういうところにはないよね。あー全然ないな、落ちるかと思ったけど上に上がっちゃってんな。いいんだっけ上に上がって、なんか下に降りてくイメージがあったけど、それは黄金の爪か。じゃあどこだ、ここか、ここがボタンのとこだよね。東の東、西の西。子供の頃とかさ、東とか西とかさ分かんなくない？大王様、一応今回もう死ぬ覚悟で来てるから。あここはいけんだ、神聖な地域ではない。てか強っ、笑い袋ここに鬱陶しいな。27とかだって簡単に回復されるでしょ。金めちゃくちゃ持ってるし、美味しいなピラミッド。あれ西の西じゃないの、え東の東、西の西。やべやべやべ、マジで全然わかんない。ちなみにさ、黄金の爪ってさ取るとさエンカウント率上がんの？これ何、あ賢さのタイプだ、これはあるんだ、入ってる。今どこにいるのか全くわからん。出た、一食い箱、これはまずいぞ。あ甘い息、寝たけど寝たけど死人は出なかった。よし目覚ましつつの、ダー死ぬ盗賊でそんなに暗かな、無理だ効かねえ、死んだだよね、聞け、倒した。しかし勇者が死んだか、かなせめて小さなメダルが欲しかった。そしてこれはなんだ、小さなメダルだやったー、あと1枚。
刃のブーメラン2枚だっけ、あとちょっとわかんないけど勇者が死んでいる。レベルがね出遅れるからね、死んでると生き返らせらんねえかんな。そしてここどこなんだマジで。これここか。もう一回じゃあまん丸ボタン、ここは落とし穴にはまんなかったってことは大丈夫でしょ。右側行ってみるよ。今日だめだ、命令できる自分がいないから戦闘が速攻で始まる。まあいいや、みんな強くなってくれ。特に賢者のレベルが上がってほしい。全然わかんないんだけど、うん、ここはあれか、だから行け。そこまでめちゃくちゃエンカウント率が高いわけではないから、まあまあまあ、これ上とかにもスイッチあんの、もしかして。ここがだから開くんでしょ、下。これはもう絶対よ絶対。上行ってみっか。このパターン、あ、マミーになってるし。ミイラ男かと思ったらマミーだった。黄金の杖って結構高値で売れるから取っとく分にはいいと思うんだよね。階段があるだけだな。え、これ何、どこが開くの。あそこに高い、あああれか、あ上はやっぱあれなんだな。西の西から押してみる。ここも結局でも落ちるかな。いやー、敵を減らすか、イオがよかったな。やばい、死ぬ、死んだ。火力が高い、行けるとこまで行こう。3000円預けてきてよかった。ダイオガは食器かねし、うお、ラリフォー。いやー厳しい。ここの謎を解き明かさないと。西の西の東の東だったっけ、そうだったっけ、東の東の西の西だった気がするんだけどな。まあ一応ちょっと行けるとこまで行きたいから落ちたよね。なんなんマジで。これちなみにここだとどうなの。まあ落ちるよね、そりゃそうだよね。ここに落とされるのかよ、めんどくせえな。2人旅は2人旅で経験値めちゃくちゃもらえるから、まあ単純に倍もらえるから。もう一回押せんの、押してある。ああ、なるほど。2人でいけるか。賢者が食らわなければなんとかなるよ。なんだかんだ魔法術してたら、まあ、2人しかいないからめちゃ食らうのか。さっさっ出したいとか最悪なんだよこの場面で。いけ、ヒャド29、ゴー、強い。これで終わらせろ。200レベルアップ。盗賊の花、盗賊の花っていうか死ぬ。え、東の東、西の西か東かって言ったらこっちでしょ、どう考えても。あれ
なんか大丈夫だったな。なんで落ちたんだ。間違えた。だから回収だけはしたいな。じゃあせめて賢者クラウドシャドウマジックパワーなくなったら終わるぞこれ。でちゃんと薬草で回復しよう。ちょっと待って待って、何した俺今捨てた宝箱、魔王の鍵、こっちはスタミナの種、別にいらん。ちょ帰ろう一回で、ルーラで帰って宝物を漁ってまた来よう。ちょっと黄金の爪は欲しいからな。もう少しピラミッドを探索したい。あれ1500円あるな、足りるか。生き返らせる金あるかなと思ったけど130円。まあレベルだからね、生き返らせる金額は。やっぱ人食い箱きつかったな。倒したけど倒してもさ何のメリットもないっていうのが悲しすぎる。まあせめてなんかちょっといいアイテムっていうか小さなメダルくれるのが一番理想なんだけどな。では鍵を手に入れたので、まずはウキウキの宝箱巡りですね、やっていきましょう。イシスの町に関してはこれ上行けないのか、あの夜になれば上行けるか、それはそれで覚えとこう。小さなメダルありそうだからね、ああいうところ。宝物庫って勝手に漁っていいのかな。一応女王様に許可得に行く必要、兵士がいたからな。どうなんだろうな一応許可は得ないと無理か。私の兄嫁アッサラームの町に向かっても帰らない。え、どうなってる、いたっけ、なんかそれっぽいやつ。女王様、え、一応セーブしとこう。夜になんないとダメ、夜になって女王様の寝込みを襲って許可を得る。これ多分女王様の部屋だよね。寝室なんかない、怒ってない、女王様怒ってない。じゃあちょっと夜に、まあ、しなきゃいけないか。ありゃあったけどレーベはさすがになかったよね。まあ基本的に宝物庫的な感じで、宝物庫ってわけでもないからそんなにいいものではないと思うんだけどな。まあ一応買っちゃおう。そういうこと、ルーンスタッフって何、全然知らないので、力の種、素早さの種、128円少な、330円、豪傑の腕は。ここで豪傑の腕は手に入られるんだ。ルーンスタッフだけいい感じかな。マジックパワー使うのかな、めちゃくちゃ攻撃力上がんな。で鉄の扉はまあこれだけか、上行っても確かないよな。じゃあレーベなし、止まりや。ロマリアはどうだった、まあ、あるとすれば城の中。この人ってなんだっけ、あこれはもうさすがに無理だ。左は牢獄とか、あここにあるか、ガチャ剣士ポルトが船作っている。なんか怒ってろ、ちょっとしらみつぶしに探すか。ここはなんか怒ってておかしくないだろう。ある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 、いいね。
今小さな目玉何枚だ。ちょっとアリアハンに一回飛ぼう。これでブーメランが手に入ればマジで楽になるんだけどな。そしたら勇者もう普通の武器でいいかな。ダブルブーメランももしできるんだったらありだけど、売ってるわけじゃないからねブーメランが。14枚、あと1枚だ。欲しい。ロマリア、カザーブってどんな街だったっけ。いやここはないな、さすがにないよねこんなところに。でノアニール、ノアニールもなんか鉄の扉とか絶対にないでしょ。あ、このじいさんのとこそういや行ってねえな。どけおい、マジどけ。入れん。じじい素早さか。小さなメダルプリーズ。ここ宝箱ブー、これブー、普通のブーメランじゃねえかよ。刃のブーメランが手に入るのに悲しいものだった。ここで手に入れるとちょっと悲しいな。ブーメランが結構下がるな。じゃあトゲのムチよりは強い、これでいこう。勇者遊び全部お下がり品だからな。でも素の攻撃力があるから、でアストラウム行って闇のランプとかなかったっけ。闇のランプがあると楽なんだけどな。あ、こいつ何売ってんだ。売ってるもの見ますか。いらん。あ、これぼったくり屋さんだよね多分。でここ、こいつもぼったくり屋さんだよね。ホーリーランス売ってんじゃん、いくらすんの。36,800円だ。いらん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 。これ多分あれなんだよね、倍額っていう。魔導士のせいってどこまで下がるっけ。3000、確か1500円だったから、そうだよね、倍額で売ってくれるんだよね。でも今手に入らないものだからな。あ、ここにいるじゃん大臣みたいなやつ、ユーモアの方。東へ行ってみたいと思っている。ホビットだけが知っている、抜け道を通るしかない。ノルト、抜け道を教えてくれない。ノルトの友達のポルトガの方に頼むしかない。いつまでも飽きない。こいつここに定住しそうだな。じゃあちょっと夜にしてイシスに忍び込もうと思います。では夜のイシス城。あ、コウノツコってこれどう夜。あははは、ちょっと待って、これ一応女王様の許しは欲しい。後ろめたいことをしている自覚はあるからね。あの子供とかあんなところで寝てんのかわいそすぎだろ。虐待だよ。子供寝てんじゃん。男がこの部屋に。あらぬ噂が立つ。人目を忍んで私に会いに来てくれたこと嬉しく思いますが、まあ、どんだけいいやつなんだよこの女王。あ、ベッド周り、あ、これで祈りの指輪があるのか。なるほど。さあもうお行きなさい。なんか完全にさ悪役だよなこれ。もう祈りの指輪で手を引く。まあ盗賊だからね先頭にいるのは。じゃあ盗賊らしくパクりますか。賢さ72や、しょぼ絹のローブ、おーいいねいいね。ルビーの腕は、おおいいじゃんいいじゃん。あれルビーの腕輪ってでも装飾品か。猫は夜行性だからね。黄金のティアラ、あ、いいじゃんいいじゃん。なんかすげえな。あ、小さなメダル、よしこれで刃のブーメランゲットできる。
命の木の実。いいもんあったな。ここはめちゃくちゃいいもんあったな。猫に話しかけとこう。にゃん。宝物庫の門番。完全に寝てる。うわ、化け猫だって。猫嫌いなのかな。すやすや。話があんなら明日にしてくれって。これルーラー使うとさ、朝になるっけ。なんか作品によってはルーラー使うと朝になるんだよね。ちょっと町のコペルニクスのところ行こう。門番も夜勤大変だな。死者たちの声が聞こえてくる。いずれは土に帰る。完全に詩人だな。さあこれを調べよう。何もない。ソクラス、朝にならないからってか、これいつ寝てんだお前。頭が冴える方。あれどういう性格だっけ。ロマンチスト、セクシーギャルか。じゃあまあとりあえずちょっと道具で、まあここは特にって感じだな。五穴の腕は、ああ五穴の腕をそのまま装備して別に五穴だからね、全然いいじゃん。であとは絹のローブを、まあ、こっち優先だな先に。あとルービー性格が変わるか。持ってるって何。防御力が上がるわけではないのか。黄金のティアラ、運の良さか。何装備してたっけ。あ、星降る腕輪だ。めちゃくちゃ分の良さが上がるけど、これ銀のロザリア多分。装飾品装備、そうだよね。でどうなる。お嬢様。どうなのお嬢様って、ちょっと分かんねえな。何がいいんだかもはや全然分かんねえかな。で種がまあまあ増えてきたか。革のドレスって多分、まあ、ちょっとだけど上がるよね。顔の鎧よりは上がるか。それでじゃあ次どこ行くかっていうと、ロマリアに行って、ほら朝になったわ。やっぱりルーラー使うと。あ、その前にアリアハに行ってブーメラン回収してこよう。金ももう下ろしちゃっていい気がするけど、ちょっとポルトガのラインナップを見てからだな。かなり装備が充実してきたから、まあ、ピラミッド死者が2人出ちゃったけど、まあまあまあ進んではいけるね。よし、相場のブーメラン。次力の指輪か、微妙だな。盗賊にしよう。チェーンクロスよりは下がるのか。どんくらい上がる。そもそもブーメランと比べて、まあ、そんなにめちゃくちゃ上がるわけじゃないんだな。まあまあまあ上がるは上がるけど、じゃあちょっとこっちにしよう。そうだ、刃のブーメランしよう。でインテリメガネ、ハヤテのリム、パワーベルト。あ、炎のブーメランだな。じゃあ次めちゃくちゃ欲しい。やっぱ装備品がいいよね。あ、忍びの服はありかもしれないな。でも50枚で、まあ、ドラゴンテイル、クロー、ロード、復活の杖、グリーンピッカンカー。まあでも5枚のところがめちゃくちゃ強力だったからね。序盤はすげえ役になった。トゲのムチで、一人で勇者のマジックパワーがないけど、まあ大丈夫でしょう。というわけで、次は西にあるポルトガですね、向かっていきたいと思いますので、今回はここで終了します。最後まで、ああしまった、あれか。黄金の爪か。黄金の爪忘れそうだから先に行こう。というわけでイシスに飛んで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。